本日やってまいりましたのはこちら高円寺でございます。本日お手洗いをお借りいたしましたのはこちら高円寺のオーケーストエブリデイロープライスコーヒー室、こちらでランチいただきたいと思います。満席でした。ここなんかどうですか。これはですね、湧き水です。こちら高円寺唯一の湧き水が出てきております。この店はきっとこの湧き水を使って調理をしているということで、バキューン。いっぱいになると思います。私嫌いなものはレバーだけです。どうもありがとうございました。お腹いっぱい。100点満点のお店でございました。すごく女子絶対高円寺に来たらここはもう100点満点、おしゃれやしボリューミーもしてるしボリューミーだし言うことなしっていう感じで、おしゃれなカフェランチをしようってなったら絶対ここをおすすめしたいなっていうふうに思いました。よかったです。はい、シュパーズパッシュです。ちょっと発音の方が良すぎてあれかもしれないんで、概要欄の方に載せておきますね。ということでお腹もいっぱいになったので、次は高円寺といえば古着ですね。古着を買い足しに行きたいと思います。私 の冬服がですねすいません、お腹がいっぱいになったの。冬服がもうないということで、すいません、音に釣られちゃって。行きましょう、バキューン。鳴り出したものですから、では行きましょう、バキュン。はい、こちらスモールチェンジ、この前動画でも紹介させてもらった古着屋さんです。ここでドバッと買い占めたいと思います。バキュン。はい、終了いたしました。じゃーん。主にトップスですね。あとスカートとコートと、あとアクセサリーと、冬場着れるあったかいものを探しました。こちらはですね、また後日みんなにお話ご紹介しようかなって思います。次にちょっと一休みしたいなと思ってカフェを探しとったんですけど、ネットで見つけた瞬間目を疑いました。皆さん、アイスについてるコーン、あれはアイスを食べる以外にどういう用途があるか知ってますか？飲み物を飲むっていう用途もあるんです。驚いたでしょう。はい、おかしな質問をしますね。今回そちらのカフェに行こうと思います失礼します。じゃん、見てください。誰がこれを飲み物だと思いますか？行きましょう。どう考えてもこのコーンから
飲み物がこぼれてくる気しかしないんですよね、私。皆さんはどう思いますか？これアイスとか食べてたら下の方からポト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 落ちて手がベタベタになった、あなたご経験ございませんか？こんな飲み物がこの中に入ってどうやって食べるんですか？だってかじってかじったらここからダーって垂れてくると思うんですよね、私。楽しみです。ニコちゃん、ニコちゃん書いてある。うん、だって飲むときにココアのチョコが溶けてチョコの味もする。チョコ食べながらカフェラテ飲んでる感じで、コーンがすごいしっかりしてるから多分垂れてこない。はい、大変フォトジェニックでもちろん美味しかったので、やっぱりですね、食べ物っていうのはとっても大事で、どれだけ満足のいかない一日だったとしても美味しいものを食べるとやっぱ一日の満足度っていうのはぐんと上がると私は考えております。はい、まあ普段通りの感じだと思います。やっぱうちは毎日動画、ライフスタイルを動画にして YouTube にアップしてるので、まあ、そんなにみんなから見て変わり映えないというか、まあ、動画を見てもらってる通りな感じなので、これからもうちの一日みたいなのを見たいと思ってもらえた方はコメントしてください。皆さんもお気づきの方もいらっしゃると思いますが、もうすぐチャンネル登録数10万人っていう節目になりますんですけれども、10万人達成した後にはなんと、報告しちゃいます。なんとサブチャンネルを開設したいと思います。そっちではもっとなんか私の生活っていうかうちのことをもっと知ってもらえるような動画をアップする予定なので、皆さん10万人までみんなで一緒に10万人達成しましょう。こちらこそありがとうございました。ではまた次の動画も楽しみにお待ちくださいませ。ではせーの、バキン。